忘れたというのあのね、基本的にお辻とか藤原は助かるっていうことで、もう人間以外の生き物は、あ、全部お辻。こんな。何家っていうの、ややこしいけど、何家って分けちゃったら、ペットになってくる場合はね。でも、他の生き物になったら本当に名字がないので、ってことは全部お辻家って何かから、お辻って遺伝子って意味ですから、名字がなければ続けちゃうことだよ。名字がある生き物、私たちに天皇も名字ないって言われるけど、あるけど、まあ、名字がない人たちももちろんおるよな、人間に。そういう人たちはお続けじゃない。お続けやったらずっとお続けですよ。あれ、夫とかなってるわけだから。名字なかったらお続けじゃないねん。けど、人間以外の生き物は、人間っていうのは、もう今やったらもう、手にしてるんです。要するに、うちの言い方をすれば、アマー族とヤマト族しかいない。別の言い方がエルメスとユダヤしかいない。あるいは、ユダヤという方にエルメス。あ、もしかしたら、ユダヤっていう方に。あ、思い出した。ヘブライ。ユダヤヘブライ。ユダヤヘブライ。で、ヘブライに文字を与えたのがヘルマン。そのヘルマンは、エルメスの、今ドイツ人。ヘルマン。で、結局、まあ、猿とかゴリラとかも、と思いきや、草食、人間が退化して、また霊長類でとどまったら場合はしょうがないから、まあ、いろいろ、複雑なルールあるけど、基本的に人間以外の今日の場合は、猿とかゴリラなどの草食性の強い霊長類以外には全部助かる。というふうに考えてください。要は自分ないところです。ね、だから、名字には関係ないよ。他の生き物はね。人間だけです。